MX マスター 2S。 そして史上最高のモバイルマウスというふうな評価をいただいております MX エニウェア2の後継機として MX エニウェア 2S、 こちらを発売させていただきたいというふうに考えております。今回の MX シリーズ3つのポイントにこだわっております。1つ目がデザイン、2つ目がテクノロジー、3つ目がソフトウェアでございます。まずデザイン、先ほどから申し上げている通りロジクールとしてデザイン、ここに非常に着目をしていて、一目見ただけで恋に落ちるようなデザインですとか、究極の操作性を求めた先にある機能美みたいなものをしっかりと MX では具現化していきたいなというふうに考えておりまして、例えば MX マスター 2S では実際にですね、人の手によって削り出された匠のデザイン、このデザインのおかげで究極の操作性を実現できているというふうに考えておりますし、 MX エニア 2S ではスタイリッシュなコンパクトデザイン、どこにお持ちいただいてもユーザーのポテンシャルを最大限引き上げる、そのようなデザインにこだわっております。ということで究極の操作性を求めた先にあるデザイン、今回は3色で登場いたします。1つ目が、凛として美しいグラファイト、2つ目がエレガントなライトグレー、3つ目が洗練されたデザインのミッドナイトティール。少しだけ各国 で、 です、ね、この3色を見せ、お客様ですとか外部の方に見せたことがあるんですけども、今回はですね、なんとミッドナイトティール、この色が一番人気だったというようなこともちょっと裏話としてございます。で今回この3色で皆様の PC ライフ彩り豊かなものにしていけたらなというふうに考えております。そして今回は美しいデザインを身にまとって MX シリーズ出てまいるんですけれども、もちろんその内に宿るバックボーンの部分、根幹の部分も革新的なものを搭載してまいります。まずは現行の製品でもご購入いただいた MX マスターシリーズだったら自動スピードシフトスクロール、そして MX エニアシリーズだったら高速スクロールということで、どんだけ長いエクセル、非常にリストがいっぱいある、ですとかブライジングをすごく正確にやりたい、その時でもしっかりとこのスクロールで縦横無尽に自由自在にコントロールできますよ、これが我々 MX 一度使ったらもう戻れませんと言っていただける一つの理由ゆえなんじゃないかなというふうに考えております。そしてここからが本日の目玉です。圧倒的な進化のポイント一つ目、充電性能、バッテリーの性能がさらに向上いたしました。今回はなんと1回のフル充電で70日間使用可能になります。今までのマスターは約40日でしたので、約倍近く長く使えるようになりました。そしてただ単に長く使えるだけではなくて、高速に充電することも、さらに高速充電のパフォーマンスも向上しました。3分の充電で8時間使えるようになりました。そして今回の進化のポイント1つだけではございません。 MX の真骨頂といえば、やはりその正確なトラッキングセンサー、トラッキング精度だと思うんですけれども、進化の波がとうとう我々の心臓部まで来ました。新開発のダークフィールドセンサーを搭載して、ロジクール史上初、最大 4000dpi に対応したダークフィールドセンサーで、ガラスの上でも正確にトラッキングできますというセンサーをこの MX2 シリーズから搭載してまいります。実際にこのセンサーでお客様にとってどのようなメリットがあるのか、簡単にビデオにまとめましたのでご覧ください。
センサー性能が格段に飛躍的に向上したことによってマウス、まあ、カーソルを動かす手の動き非常に少なくて済みます。そして狙ったところにピンポイントでミスなく今まで以上にミスなく刺すことができます。そしてさまざまな解像度のスクリーンが今あるのでそのスクリーンの解像度に合った自分の好みの感度でカーソルをコントロールできます。今まで以上にさらに安心で快適なトラッキングが可能になりました。そしてもちろん今まででご購入いただいている部分ですね、ユニファイン、Bluetooth ローエナに両方対応しております。そして前回の、ね、シリーズから搭載している EG スイッチですね、こちらももちろん搭載しております。この基本的な製品のコンセプトは、ま、マウス1台にですね3台の、ま、コンピューターを割り当てることができて、例えばオフィスで仕事をしてます、お気に入りのマウスです、で家に帰ってもそのマウスを使いたい、この EG スイッチがあれば家に帰って事前に設定しておけば、ボタン、後ろボタンをポンと押すだけで簡単に切り替わってそのまま、まあ、タスクが進められますということで非常にご好評いただいているんですが、我々はここでずっとマーケットをですねリサーチしてまいりました。実際にユーザー様はどのようにじゃあコンピューターを使っているのか、その中で一つ発見したことがございます。ユーザーの皆様は実際にデスクの上で、まあ、会社でも家でもそうなんですけれども、複数のコンピューターを使ってタスクを進めている、このマルチコンピューターというユーステージが非常に高まってきているんではないかな。その中で我々の今の EG スイッチ、ここをさらに向上することでカスタマーエクスペリエンスが飛躍的に向上するんではないかというふうに考えております。そしてこの部分が今回の MX の最大の魅力、最大の目玉になります。でこの部分をですね、実際開発担当したパウロにですね、今日ご紹介、まあ、戦略とその使用用途ですとかデモとかをしていただこうと思いますので、 Thank you, Dad. Hi everyone. It's great to be here in Tokyo. 東京に来れて非常に嬉しいです。So, as Daiso mentioned, we developed EasySwitch, and it's a great, great feature for users that have multiple computers and multiple devices. なので、EasySwitch を導入以来、まあ、そのマルチデバイス、マルチコンピューターで、に対して非常に便利な機能という評価をいただいてはおります。But when we started seeing that customers were actually on a situation like this with multi-computer computers at the same time, using them at the same time, we thought there must be a better way to actually provide a solution for them. なので我々が発見したこの実際複数のコンピューターを同時に使うときに EG スイッチよりもっと良いものが作れるんじゃないか、何かソリューションがあるんじゃないかというふうに思ったのが開発のまず発端です。And the way that we approached this was actually through software. 今回この EG スイッチ改良どのようなポイントどのようにしていくか、それはまずソフトウェアを介してここの革命を起こそうと思っております。 In fact, at Logitech now, or at Logical now, we've been focusing more and more on software in all of our products. なので会社ロジクールといたしまして、今までもハードウェアの会社として非常にまあご愛用いただいているんですけれども、最近はソフトウェアの部分非常に着目しております。 In fact, I think most of you know Spotlight, which is a great hardware device, but actually the magic comes alive when you actually use the software features of the product. なので、まあ、この3月に発売になった Spotlight という製品もハードウェアとしても秀逸なんですけれども、その可能性を最大限引き上げる、そのマジックを引き起こすのはソフトウェアです。 And in fact, for the new MX line, it's also the case. And 2S is for software. S is for software. なので今回はそのソフトウェア進化の波が MX シリーズにも参りました。実際は MX2S シリーズの S はソフトウェアの S でございます。And the biggest feature of these devices is actually something that we call Logical Flow. なので今回の最大のポイントはこのソフトウェア、我々はロジクールフロー、
呼んでいるこのソフトウェアになります。 So let me show you a little video of how it works. As you saw, logical flow, it really brings multi-computer use to a brand new level. ご覧いただいた通り、ロジクールフローがマルチコンピューターの世界をネクストレベルへ引き上げます。As the first feature, you can just drag your mouse and you reach the edge of the screen and then you switch and you start using another computer. 一つ目のフィーチャーとして、一つのマウスで複数のコンピューターをまるで一つのキャンパスにあるかのようにコントロール、ナビゲートできます。You can also copy and paste content, so images, files, texts between computers. コンピューターの垣根を越えてコピー&ペーストもできます。And this is something that throughout the research that we've done, we went to customers' homes and we saw that they have computers and they were sending emails to themselves. So we really wanted to have a better approach for them. 今までご経験あるかと思うんですけども、自分自身にファイルを添付して送っていた。っていうような過去があるかと思うんですけれども、ロジクールフローがあれば、もうメールを自分自身に送る必要ないですよ、というようなことが言えるかなと思っております。And the last thing is, we really wanted to make it very simple, very easy to use, and it's something that we really focused on, to be very seamless for the user to just click and start using it. なので、このフローに関しては、ぜひ皆様に使っていただきたいので、このセットアップですとか、その手順ですね。使用に関しても簡単なもの、ここを非常にこだわりました。And you might wonder, you know, is this something that is there a lot of people that actually have two computers that they use at the same time? And we actually ask the same question ourselves. なので、複数のコンピューターって実際にどれぐらい使うのかな？我々自身にも問いかけました。それで、そこで。And so we went out, we did some research.And we found out that about 93% of users, they are using computers at a desk, right? Of those users, about 39% actually use two computers at some point at the same time.なのでこの PC をデスクで使う方々のうちの約 39% が複数のコンピューターを使う。And as we drilled down, so we started looking, you know, how are they using these computers and do they use it on similar tasks? And in the US, the United States market, we got to about 9% of the whole population that actually uses two computers at the same time on related tests. なので、この、調査をどん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 深く突き詰めていた中で、業務を進めるために複数のコンピューターを使っておりますという方が、なんという、アメリカの政治人口の 9%、9% もいるというようなリサーチ結果をが得られました。 And that really gave us the drive to then develop flow. なのでこの 9% という数字、非常に大きな方がマルチコンピューターでタスクを進めているということがフローを開発するきっかけとなりました。 So let me show you to a little demonstration here of how much that flow actually works. なのでこれからデモをですね、実際にご覧いただきたいんですけれども、簡単にセットアップ、今の状況をご説明すると、こちらには今 Mac、右手側に画面、実際に Flow を使うとこの Windows の PC から Mac にカーソルが空間を飛び越えます。And also, you might have noticed I have also a keyboard here, a K780. なので本日はこちらにですね、マルチデバイスキーボードの K780 というのもこちらに用意しております。And so when I actually Flow,
the keyboard is actually following the mouse without me having to press any buttons. It's actually following the mouse. So I can come here and type something. For example, hello Tokyo. And when I flow here to the Mac, I can then type on the Mac. なので、今何をしたかというと、マウスがのカーソルが空間を飛び越えている。なので、例えば右の Windows から左の Mac でカーソルが移動した。そのカーソルに合わせてキーボードの入力先がもうボタンを何を押すこともなく移動いたします。ついてきます、カーソルに。And I can copy text as you would expect. And when I flow here, I can just paste. なのでカーソルが移動して文字入力がキーボードが移動に、まあ、切り替わるだけではなくて、もちろんコピー&ペーストも Mac から Mac から PC、PC からなって15文字。And I can do that with images and also files. So here I have a PDF. I can just copy on this, the Mac side. I move to Windows and I paste. なので単純に、まあ、テキストのコピー&ペーストができるだけではなくて、もちろん画像ですとかファイルの移動もコンピューター間で自由にできます。実際に今は左側にあった PDF のファイルを右側の PC のにですねコピー&ペーストいたしました。 So now I have my file here and I don't have to send an email to myself anymore. なので今まで自分自身にメールを送っていたそういうことを一切しなくていい時代がいよいよ参りました。非常に高いレベルで運用化しております。ぜひともこちらはですねマウスあの、まあ、ハイエンドではなくてちょっと必要な分凝縮したただ少しいいものを欲しいというようなお客様にぜひこのマウスをお勧めしたいというふうに考えております。2ラインナップございまして、まずは M585 は2色展開でこちらは6月22日に発売予定しております。M590 は基本性能は同じで、違いは静音の左右クリックを採用しています。こちらも6月22日同日発売を予定しております。で、あの、まあ、カロンの方からありましたけれども、フローは今回マウスだけではなくてキーボードに対しても非常に革新的なソリューションになるので、フローに対応した、まあ、ファミリーをこちらにまとめさせていただきました。では今回の MX マスター2です。 MX リモート2です。 OK ということで、この、まあ、星印がついているところが、まあ、今回新発売のものなんですけれども、それ以外にも、まあ、このような形でプロに対応した機器を取り揃えてまいります。ということで、ここまでがですね一旦我々からの製品の戦略のご説明になりまして、実際にですねこの MX ですとかフローをですね事前に